実はあの車の消臭剤としてあのただもんじゃないあの車の消臭剤ナンバー392っていうのがございまして、それをあの取り扱っていただいているあの鬼木札幌店の札幌営業本部長の南野さん、はい、でちょっとこの消臭剤についてお聞きしたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で実はあのこちらでは以前も、はい、あのいろいろと取り扱っていただいて、はい、あの非常にあのお客さんにも喜んでいただいている、はい、ということなんですけども、はい、どうなんでしょうね、これはどういうところで、はい、あの使われているのかっていうのいくつも何点かあると思うんですけれども、はいはい、その事例みたいなものを教えていただければと思うんですけれども、はい、あのもともと車の匂いについてはお客様からも何かいいものないかとかって言われてまして、でたまたま、まあ、あの三國さんと の, あの出会いがありましてね、まあ、うちもあの冬のタイヤをですね、まあ、今は倉庫で預かってるんですけど、店舗で預かってた時にすごいこうタイヤの匂いがしましてですね、なんとかこうショールームにこう匂ってくるもんですから匂い消したいなということで相談した時にこ の, あの三國を、教わりました。でそれであの、まあ、まあ半信半疑ですけど、ほんとと思ってこうつけさせてもらったら4日ぐらいしたら匂いがないんですね。あれみたいにしなくなったねっていうところからあの始まりまして、で次にあの、ちょうど、うちの工場とショールームの間にですね、漬物工場さんありまして、そこの、が空いたもんですからうちであの、購入させていただいて、その時にあのすごい、まあ、あの2階とかですね漬物の匂いがすごかったので、あのなかなかね、まあ、いろんな消臭剤使っても消えなくて、あらと思って思い出してこれをつけたらですね、これも3、4日で匂いが消えまして、すごいなっていうことで、車にもって思ってですね、あのエアコンの匂いが臭い車とかですね、つけることによっていつの間にかこう匂いが消えてるっていうのがありました。ということはこの消臭剤っていうのは、はい、あの車だけではなくて、はい、他にもいろいろ利用できるっていうことですね。そうですね、そう思います、